どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ本日はお役立ち動画お届けしたいと思います。歌に関する今日はまあお役立ち動画なんですけど、ガズレレではですね、このウクレレ弾き語りをやる上で、皆さんにとってめちゃくちゃねこう役に立つ便利で有用な、まあ、情報、YouTube 動画でたくさん実は取り上げてるんですよ。それをねホームページの一枚にギュッとまとめてるページがあるんで、他にもねいろいろ面白いことやってるんで、ぜひこのページ概要欄に貼っておくんでね、見ていただきたいんですが、今日もねここに加わる、皆さんにとってすごい役立つ動画です。今日はねボイストレーニングの一環になると思うんですけど、皆さんのボーカルがですねさらにこうツヤっぽくなってスムースに聞こえて力強くなり、なおかつこう耳障りが良くなってドライブ感も増してバランスが良くなって聞きやすくなっていい感じになるという、もういいことばっかりじゃねえかって話だけど、そういう歌を歌えるようになる、発声ができるようになる、ちょっとしたコツをちょっと皆さんにここにシェアしていきたいというふうに思います。はい、というわけで今日はまあボーカルに関する、ボーカルっていうよりね言葉のね出し方ですね、これをマスターするとねかなり皆さんあの皆さんの歌の表現がね広がりますから、ちょっと最後までゆっくりご覧になっていただきたいです。もしかしてこの動画初めてご覧になった方もいるかもしれません。ウクレレで音楽始めましょう。弾き語りめっちゃ楽しいですよ。はい、ガズレレで始めるウクレレのやり方概要欄に貼っとくんで、ぜひウクレレ始めてくださいね。はい、で弾き語りといえばやっぱり歌中心なんで、やっぱり歌もちょっと触れとかなきゃいけないなというふうに思うんですけど、あのね今日ちょっと皆さんの弾き語りに取り入れてもらいたいのは、圧力をかけるっていうことです。圧力をかける、言葉に圧力をかけるわけでございます。ちょっと聞いててございますね。ちょっと聞いててくださいね。今これ言葉に圧力がかかりました。ちょっと聞いててくださいね。ちょっと聞いててくださいね。ちょっとこれ圧力がかかってるの分かります？これはね、歌でもそうなんですけど、喋り声、言葉で喋るときも圧力を言葉にかけるとね、すごくいいかもしれません。じゃあ、例えばちょっとここ見てもらいましょうか。はい。ここにたまたまありました。はい。みんなで歌おう簡単ウクレレソングブック5。これをね、普通に言いましたね、今。みんなで歌おう簡単ウクレレソングブック5。はい。これをですね、圧力をかけて言うとどうなるか言ってみましょう。みんなで歌おう簡単ウクレレソングブック5。はい。特に英語ね、ソングブック5。これ英語って、洋楽聞いてるとすごくこうかっこいいじゃないですか。あれってね、英語って、その圧力がかけられるんです。圧力がかかっている言葉なんです、英語って。じゃあ、例えば、This is a pen って日本語で言うじゃないですか。英語ですよね。This is a pen。はい。これ、英語っぽく言うと、This is a pen。この、pen ってこの、弾ける音、パーンって言うじゃないですか。これが、まあ、私が言う圧力をかけるということですね。This is a pen。はい。Songbook 5。英語っぽいでしょ。日本語っぽく言うと、Songbook 5ですね。英語で言うと、Songbook 5。はい。言葉がスパン、パンって出るます。この迫力、これ圧力なんですけど、これをですね、音楽ではですね、すごい大事に実はしていますと。これ圧力っていうのはどういうことかというと、音楽、バンドをやってる方、ミュージシャンだったり、あらゆる音楽に関わる方ではですね、まあ皆さんレコーディングっていうのをすると思うんですけど、その時にめちゃめちゃ大事になるのが、このコンプレッサーっていうですね、機械があるんです。このコンプレッサーって一体何かというと、もう直訳すれば圧力をかけるという。皆さんがよく普段聴いている、音楽 CD とか、まあ、今はもうダウンロードで Spotify とか YouTube なんだリミテッドとかね、なんかそのオンラインでね音楽を聴いてる方多いと思うんですけど、どっちにしろああいう音楽っていうのはレコーディングされた音楽になります。レコーディングされた音楽っていうのはですね、まあコンプレッサーっていう圧力がその全てにこうかかって、いいバランスで。それをこう、その圧力をどういうふうにかけるかっていうのが、いわゆるみんな見たことあるでしょ。こういう感じのこう、PA っていうんですけど、この音響の卓でね。まあ、そのコンプレッサーだけじゃないんですけど、いろいろ効果音、まあ、わかりやすく言うとエコーみたいなものとか、リバーブだとかな。ね、そういうものをいろいろ取り混ぜて、こう、迫力ある音にしてるんですけど、このコンプレッサーっていうのは実はめちゃめちゃ大事になるっていうことですね。ちょっとコンプレッサー、皆さん全然知らない方もいるでしょうから、ちょっとここを今、見てみましょう。一般的にコンプレッサーっていうのはね、大工さんが使う、こう、パシンパシンってやる、釘を打つ機械も、こっちでブーンって回ってて、パンパンって打つとか、空気
気でなんかこうシュッシュってやるの、あれもコンプレッサーって言うんです。あれ圧力をかける機械なんですよね。あれも大工さんとか車屋さんではコンプレッサーもすごい大事な機械で、あれも同じですよ。空気を圧力でパンパンと出すっていうのがコンプレッサーです。で、音楽のね、コンプレッサーっていうのはまたちょっと違くてですね、ここにちょっと、書いてあるのを説明すると、コンプレッサーとは、音を圧縮することによりダイナミックレンジって言うんですけど、音を大きい小さい、大きい音量小さい音量、やっぱ音ってばらつきがあるわけですね、いいも悪いも、はい、の狭めるエフェクター効果を狙う機械だということですね。で、これはね、だから、どういうことかっていうと、歌っている時も、例えば今日取り上げたい曲はね、じゃあ、夢に見る、ミスブランニューでサザンでこれちょっと練習していこうと思うんですけど、夢に見る姿の良さ飛び交いのブルージーンズ、ブルージーンズっていう時に、ブルーは音が大きくて、ジーンズはちょっとブルーに比べると音ちっちゃいかなっていうふうに歌ってたら、やっぱどうしてもなりますよね。それをですね、同じように迫力あるように聞かせてくれる、要はレベルが低い、音量が低いところをちょっとこう上げてくれて、逆に音量が出すぎてるところをこう潰してくれて、同じようにこう、同じ迫力で聞かせてくれるみたいな、シンプルに言ったらそういうことですね。まあなんで聞きやすくするというか、そういう機会なんですよ。で、今日今なんでこのね、コンプレッサーの話をしてるかというと、この圧力をかけるっていうことを皆さんの歌に、入れ込む。これが今日の、ガズレレお役立ちレッスンのもう全てなんですよね。で、それを今からちょっとね、3曲ぐらいの、曲を使って、なんかこう皆さんに分かりやすく、お伝えできればいいかなというふうに思うんですよ。でね、今これ撮ってる、YouTube 撮ってる今あのカメラがあって、そこにマイクがついてるんですけど、編集ソフトにもコンプレッサーっていうのが入ってるんですね。で、ちょっとなんか一言喋ってみると、そのコンプレッサー今からちょっと編集段階でかけていきますね。じゃあ今、はい、これ、コンプレッサーかかってない状態です。みんなで歌おう、簡単ソングブック5。はい。じゃあちょっと強めにコンプレッサーかけましょう。はい、こっから、パチッ。みんなで歌おう、簡単ウクレレソングブック5。はい。今ちょっとわかりましたかね？これよく聞くとわかると思うんですけど、迫力があるっていうか、ちょっとボリュームもドンと上がって、いったと思うんですね。今の、はわかりやすく、もう、たっぷりコンプレッサーをかけたんで、なんかすごいなっていう感じがしたと思うんですけど、あの感じを自分の口のここでコンプレッサーをかけるっていう、まあテクニックというか、コンプレッサーをかかってるような感じでイメージして自分で言葉を言うというようなことを今から練習していこうかなと思うわけでございます。ちょっとじゃあミスブランニューで、今日3曲課題曲っていうかを今から、まあ全部じゃないですけどね、触りだけでやってみようと思うんですけど、やってみると、普通に歌ってます。夢に見る姿の良さ飛び交いのブルージーンズ。はい、こんな感じです。今のは結構普通っぽく歌いました。で、じゃあちょっとコンプレッサーをがっつりかけたように歌ってみますわ。やってみますよ。ワン、ツー、スリー。夢に見る姿の良さ飛び交いのブルージーンズ。わかります？夢に見る姿のこういう言葉にこうパンパンとこうパンチを与える。夢に見る姿の良さ飛び消えのブルー、ブルーなんか英語だからブルージーンとこう言葉に引っかかりが出てくるわけ。これをやらないと、日本語っぽく普通にこう真っ平らに歌っちゃうと、夢に見る姿の良さ飛び消えのブルージーン、はい、これでもね、いいですよ。いいんですけど、ちょっとこのコンプレッサーをかけたように歌った方がよりドライブ感というか、ロックっぽい感じが出るとか、特にこの曲、ノリがいい曲ですからね。もう一回やってみましょう。夢に見る姿の良さ飛び消えのブルージーン。もうちょっと桑田さんテイストでやってみると、夢に見る姿の良さ飛び消えのブルージーン。こんな感じです。はい。桑田さんがだんだん降りてくるということは、コンプレッサーがだんだん強くなってきたと、そんな風に思っておいていただくといいと思います。これをじゃあどうやってやっていこうかっていうんですけど、例えば言葉で分析してみましょう。夢に見る姿の、夢に、目が強いですね。夢に見る姿の、たも、たっていうよりは、た、なんか、夢に見る姿の、スタン、スタンっていう感じ、こう言葉の、下ベロでこう、スターンってこういう感じですね。夢に見る姿の良さ飛び消えのブルージーン。はい。こういうなんかこう、なんつうかな、スパーンスパーンとこう、なんつうかな、こう、発射してるって感じ、ここで。スパン、スパン、こう、パチンパチンと当たるっていうか、
そういう感じなんですね。で、その次。カメラでトイックでエレガノミのラプソディー。ですよね。カラダとゆくでエリゴノは、カラダとゆくでエリゴノミのラプソディー。ここも、カラダとゆくでエリゴノミのラプソディー。これコンプレッサーっぽく、こう力強く、スパンスパンっていう風に言うんです。これをじゃあ逆にやんなかったら、カラダとゆくでエリゴノミのラプソディー。はい。はい。こういうことになります。で、これはですね、まあ変な話ですけど、コンプレッサー、この圧力をかけない歌い方の方がかっこいいっていうこともあるんです。で、これは全部の全部歌にその圧力をかけていきましょうっていう話じゃなくて、ここぞという時にはこのコンプレッサー的要素、圧力を一つ一つの言葉にかけていくっていう歌い方を、例えばサビだけでこれをね、行きたい時はかけて、例えば A メロは、滑らかに、わざと滑らかに歌うっていう、その使い回しができるのは、つまり、皆さんが歌を歌う時に、今までこう、通り一辺倒だったものが、こう、増えるってことですよね。やり方が増える。だ引き出しが増えるというか、そんな感じで捉えてもらうといいと思います。だから何が何でも、この全ての楽曲の歌う時に、この圧力をかけていった方がいいですよっていう話ではないです。だから、そこはですね、そこを自分でデザインしていきながら、デザインする。これがやっぱ自分で言う。弾き語りをするときのすごくね、大事なことになると思いますね。はい。だからどのくらいそのコンプレッサー、この圧力をかける度合いもいろいろあるじゃないですか。夢に見る姿の良さ飛びケイロップ。このぐらいがっぽりいくのか、夢に見る姿の良さ飛び、その言葉によって強くなったり弱くなったりするのか。こんなような風に、結構ここを自分で考えて歌う。どのくらい言葉にこうパッションを込めるか、こうスパンスパンといくか。あとやっぱり今聞いてもらうと分かったんだけど、このコンプレッサーで圧力をかけていくと言葉のリズム感がすごい際立つというふうに思います。ちょっともう一回今とか言っても夢に見るね。じゃあまず最初は普通に歌います。コンプレッサー圧力かけずに、せーの、夢に見る姿の良さ飛び系のブルージー。次はコンプレッサーかけましょう。ワン、ツー、スリー。夢に見る姿の良さ飛び系のブルージー。はい。なんかこっちの方が歯切れがいいじゃないですか。って聞くから、夢に見る姿の良さ。だからリズム感をすごい大切にするような曲の時には、だからロックの曲にはこのコンプレッサーをかける歌い方の方がいいでしょうね。だからまあ桑田佳祐さんとかビーズの稲葉さんとかっていうの、言葉にすごいパーンってこう迫力があるんですよね。手をつないだらこう、このここがこうパンパンなってるんです。これがコンプレッサーをかけてるように歌う、圧力をかけながら歌う、まあ、特徴ですね。なので、まあ、ざっくり言うと迫力あるロックっぽい曲の方がそのコンプレッサーをかけてる感じが、まあ、するかなということでございます。はい。ちょっとこんな感じで皆さんが今取り組んでる自分で弾き語りやってる曲に横展開してみるといいかなと思います。で、まあ、せっかくですから他の曲もちょっとやってみようと思うんですけど、ストーリー、愛さんのストーリーなんかは、まあ、バラードですからですね、今のミスブランニューデイは、まあ、ロックっぽい感じの曲ですけど、まあ、こっちでやるとどうなるか、まあ、ちょっと普通っぽく歌ってみると、限られた時の中でどれだけのことができるのだろう、こんな感じで、はい。これがまあ普通にこうまったり歌った感じ。じゃあこれ圧力をかけていきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。限られた時の中でどれだけのことができるのだろう。やっぱりこっちもちょっとコンプレッサーこう引っかかりがあった方がかっこよくないですか。まあでもこれは好みですね。あえてこの A メロでは優しく歌うっていうのもあるかも。限られた時の中でどれだけのことができるのだろう。次ちょっとコンプレッサーかける。言葉にならないほどの想いをどれだけあなたに伝えられるだろう。はい。なんかこんな感じでその圧力をかけたいところかけたい
くなくてこう柔らかく流すところみたいなのを一曲の中で自分の中でこうなんていうのかな、表現としてあの取り入れる。だから自分の中でこの A メロのここのところは優しめに歌おう、ここの B メロの頭は力強く圧力をかけて歌っていこうという、そんなようなデザイン、これが楽しいんです。ガズさんも何気に弾き語りするときはそのすごい押したいところとすごくこうあの弾きたいところ、こんなのね、コントラストというか強弱、メリハリ、抑揚ですね。これがかなり大事なの。これがやっぱ使い分けができるようになるのがポイントですからね。だから、まあ、さっきも言ったけど全部が全部それをやりゃいいってもんじゃないっていうのもあると思うんですけどね。まあなんでこれを今見てて難しそうと思うかもしれないけど、イメージです、イメージ。だからまあ最初は言葉で練習するのはいいと思うね。ほんと簡単ウクレレソングブック5で練習すればいいんですよ。簡単ウクレレソングブック5、簡単ウクレレソングブック5、英語っぽく言うと確かにそうなります。そうだ、ここちょっと一個前に戻りますけど、ミスブランニューデイの Yes I know she's right on time、 ここの英語のとこですよね、これね。これちょっとやってみると、要は結構こうあっさりめに平べったく歌うと Yes I know she's right on time じゃないですか。これ英語だともっとやりやすいんですよ。やってみましょう、せーの Yes I know she's right on time、 タイムとか time、タイム、すごいこうパーンとなるじゃないですか。英語はこのね、すごいいっぱい引っかかりがあるんですよね。You should know she's breaking at my heart ね、ハートもね、heart、 こんな感じでトゥトゥとかこうやってすごいこのなんていうかな、圧力をかけられやすい場所が英語っていっぱいあるんですよね。英語の発音をだから良くしようと思ったら、この圧力を言葉にかけるってその英語を言えばいいんですよね。なんか例えばまあ今のサザンのとこもそうですけど、英語だとこの圧力かけやすいんですよ。あ、これあのさっきから言ってるこのみんなで歌おう簡単ウクレレソングブック5も、これ外人っぽく歌ったらすっごい圧力かかるんですよ。簡単ウクレレソングブック5、簡単ウクレレ、なんかすごい よくあのアメリカ人の人が日本語を言うときにこんな感じでなるじゃないですか。なんか東京タワーとか言って圧力かかってるんですよ、やっぱ英語って言葉に。なそのことに気づけると洋楽ももしかしてですね、あのかっこよく歌えるかもしれないですね。なんで今洋楽取り組んでいる方もなんか日本語っぽいなっていう方は言葉に圧力をかける、これがねちょっと取り入れてみるとなんかこう音が立体的になる可能性大だと思いますよ。ちょっとトライしてみて、洋楽トライしてみてる、洋楽に挑戦してる方はその言葉に英語の単語に圧力をかけることにちょっと挑戦してみるのもおすすめですよという感じですね。あとせっかくだからちょっとね現代風曲でもちょっとやってみようかな。踊り子、バウンディさんの踊り子なんですけど、これもねここの歌い出しとかもね、なんて言うんだろう、ちょっとこう優しめのところなんですけど、ちょっと普通にやってみると、ねえどっかに置いてきたようなことが人と懐いてるけど、はい、こんなあの歌の始まり方ですけど、これちょっと圧力かけてやってみると、ワン、ツー、スリー、ねえどっかに置いてきたようなことが人と懐いてる、これも好みですけど、ちょっとこの圧力をかけるとやっぱり ドライブ感というか、こうなんつうのかな、やっぱりスピード感をガズはちょっと感じるんですよね。ねえどっかに置いてきたようなことが一つ二ついてるけど、に対して圧力かけると、ねえどっかに置いてきたようなことが一つ二ついてるけど、なんかこうストンストンパンパンっていうね、このねどっかに、このどっかにとかいいですね。ねどっかに置いてきたような、置いて、手もね置いてじゃなくて置いてきたような、なんかこうパンパンってこの言葉の端々にこう圧力がかかっていると、ちょっと強い圧力ではないですけどね、そういうのをちょっと意識してやってみるおすすめかなと思います。このコンプレッションで、これちなみにですけど今歌で言って説明しましたけど、そのレコーディングとかその音楽業界でコンプレッサーっていうその、機械はですね、歌もちろん
書けますけど、もうギターだろうがベースだろうがドラムだろうが、もうすべての楽器にコンプレッサーっていうのはかかってるんですね。それでこうね、いい感じで均等にね、気持ちよく聞こえるように、まあ、音をもう土台として整えるっていう、その機械なんですよ、そのコンプレッサーっていうのが。で、まあそのコンプレッサーの使い方の、で、もうその、例えばレコーディングのその、エンジニアの人っていう方がね、プロのね、レコーディングスタジオでこう、音を整える人っていうのは、そのコンプレッサーの使い方がまあ、ほぼ、なんていうのかな、その人のキャラクターが出るみたいなぐらい言っても過言ではないみたいな、そのぐらい大事なですね、レコーディングでは欠かせない、もう中心となるね、その機材なんですよ。そのすごい機材を自分のここで出そうっていうんですから、それは皆さん、今までのね、歌い方にちょっとこのエッセンスを加えるだけでですね、かなりですね、レベルアップすると思います。なんで、普段の生活の中で言葉喋るときも、なんか、ちょっと大人数の人の前で喋るときは、言葉に圧力をかけるといいと思いますよ。ガズレレもいつもこうやって喋ってるからですね、ラジオ配信したりこうやって喋ったりしてるじゃないですか。だから結構圧力がかかってると思います。だから、まあ、逆に言うとすぐ唾が飛びます。唾が飛ぶんですよ。圧力パーンとかけるからね。まあ、なんでそこはちょっと勘弁って感じなんですけど、まあ、そういうことで、ま、メリハリを出していく歌にね、ドライブ感とか聞きやすくなるし、滑らかになるし、スピード感、ドライブ感、もうとにかくいいことがすごくあると。はい、ぜひ皆さん、皆さんの歌のね、このバリエーションの中の一つの引き出しとして、このコンプレッサー圧力をかける、取り入れてみてください。今日もいい話ができた。よかったです。はい。さっきも言ったけど、こんなようなガズレレ、めちゃくちゃ弾き語りとか、音楽やる上で役立つことをね、いっぱい動画で撮ってるんです。それひとまとめにしてるホームページの一枚、概要欄に貼っておくんで、他の動画もね、こんな感じでお役立ち動画いっぱいあるんで、ね、見てみてください。はい。じゃあもうお知らせです。いつものお知らせですけれども、はい。この黄緑色の本が8月17日に発売で、これの発売を記念した、はい。タワーレコードで誰でも参加できる、無料で参加できる、インストライブイベント開催です。8月18日、東京渋谷のタワーレコード、8月24日、長野県上田市のタワーレコード、9月の8日、大阪、八尾のタワーレコードです。どなたでも気軽にウクレレ持って参加してほしいんですけど、可能なんですけど、この3つのお店で、電話予約とかネット予約できますから予約していただくとガズが本にサインしますよとか写真に一緒に撮りましょうとかあとはですねイベントの時に前の方のエリアにね来れますよという特典があるんでぜひ皆さんこの3店舗で、予約お願いします。電話でもネット予約もできるし遠方の方も当日、その引き換えができるんで事前に行かなくても大丈夫ですからね。はい、よろしくお願いします。ともに Amazon の予約も始まってるんですけどこっち来ようかなって迷ってる人 Amazon 予約キャンセルしてこっち来てください。で、ガズもこの3つの会場遠いんですよ。遠方の方も待ってますよ。夏の思い出作りガズと一緒に、繰り広げていきましょう。はい、そしてこの本が、まあ、出るということですけど、はい、このタイミングでですね今並んでるこの辺20万部突破です。あ、いやーすごいことになってきました。ガズレレ YouTube チャンネルもチャンネル登録者の方20万人超えていただいて本も20万部突破ということでガズレレフェア開催です。もうそろそろこれフェアのねご案内ができると思うんですけど、フェア期間開催中にフェアをやっているお店でガズレレ本をゲットしていただくとちっちゃいオリジナルノート全員にプレゼントプラス抽選で3名様に初めてウクレレプレゼントというね抽選で当たるよということでこのフェアも見逃しなく、はい、そんな感じでもうモリモリやってますからですねガズレレのこの楽譜たちもいろいろご活用していただいて楽しく音楽やっていきましょう。夏といえばやっぱり汗かきながらなんだかんだウクレレが最高です。よろしくお願いします。それじゃあ楽しく音楽していこう。コンプレッサー圧力かけていこうぜ。さあ皆さんこの本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これねもうご機嫌で音楽できる方法とかこのデイズですからね毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。それとガズレレにはねアプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とかタブレットでね楽譜が読めます。で無料で取れる楽譜もあるんですけども有料でねブロックになってて最新楽でこっちの楽譜はガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンも全部載っているということでかなりですねボリュームたっぷりでございます。はい、詳しくまずねアプリのインストールが無料なんでまずねちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれどもでねなんとこのねガズレシピの本も出てますからはいこっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとは
ちょっと違うんですけど、兄弟チャンネルガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、あのストラップだったり、 T シャツだったりキャップだったり、いろんな楽しいグッズがねもう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね。これここのガズレレ .com このホームページのねバナーなんですけど、このガズレレホームページよくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことはここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くよりやろうが最高、楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。